願いします。はい、行きます。今日もたくさんの応援ありがとうございました。こんにちは。フレック選手、まずはおめでとうございます。ありがとう。試合が終わりまして、今のお気持ちをお願いします。 After the game, what do you feel right now? I'm really tired. Just tired. もうとっても疲れました。とっても疲れました。あ、とても疲れました。No, but overall I'm happy that we won these two tough games. They are amazing opponent. They push until the end. They push us until the end. We are happy, but not satisfied. That's our motto, and we stick to it. ご覧いただいた通り、彼らはすごく我々にプレッシャーをかけてきて、すごく押されましたし、もちろんこの勝ったことということよりも、まだこの全部このパフォーマンスに満足はまだできてないと思います。昨日も今日もフルセットということで、大変タフなゲームとなりました。ご自身のプレーを振り返ってみていかがですか？Obviously we won, so I am happy, but there are always things that we can do better. Me personally, but also we as a team, so we have to focus on that. We have to focus on improving our game. Emperor's Cup is just around the corner, so we have to take a good rest this week and prepare for another battle. もちろん2日間ですね、勝てたということは、とても幸せなことだったと思いますけれども、もっといい試合ができる、もっといいパフォーマンスになれる、もっと改善できるというふうに思っています。皆さんご存知の通り、天皇杯がもうすぐそこに迫っていますので、我々ちょっと今日は休んで、その後しっかり天皇杯に備えたいと思います。バレーボールの世界でワールドクラスの活躍されていますクレク選手ですけれども、今日は相手チームに同じポーランドのチームメートでもあるクビアク選手がいます。昨日今日と対戦してみていかがでしたか？I don't like him so much, you know, because every time we play against each other, he brings his A game. He's the best on the court, so I don't like him at all. No, but without joke, he's an amazing player, amazing leader. Panasonic Panthers should be very happy and proud that they have a player like this. いつも我々クビアク選手に苦しめられるんで、僕はクビアク選手が大嫌いで、本当に好きじゃないです。というのはジョークで言いましたけども、本当に彼は素晴らしい選手で、本当にすごい選手だと思いますし、パナソニックチームに彼がいらっしゃるというか、パナソニックチームは彼のことをすごく誇りに思っていらっしゃると思いますし、本当そういうすごい選手だというふうに思ってますので、最初のはジョークです。さあ、先ほどお話もありましたように、来週からは天皇杯、そしてリーグは中盤へと差し掛かっています。今後の意気込み、そして応援してくださっていますファンの皆さんへメッセージお願いします。I expect the fans will come to every game like they come today, you know, they create amazing atmosphere. Thank you for that. Our job, we know what to do. Panasonic also know what to do. They have great coaching staff, so they're going to be prepared. We're going to be prepared. But what we need the most are fans. So thank you for coming, and please support your team and all the Japanese volleyball. 今日もこのようにたくさんのファンの方が来ていただいた、本当に素晴らしい雰囲気の中でプレーをさせていただけるということがすごく嬉しいですし、もちろん天皇杯に向けて僕らもしっかり準備をしますし、もちろんパナソニックさんもしっかり準備されると思いますけれども、でもそれよりもこんなにたくさんのファンに囲まれてですね、試合ができる幸せ、もっともっとファンに来ていただきたいですし、それは今日お越しいただいたファンの皆様にお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。はい、さあ、ということで本日の VOM はウルフドッグス名古屋キャプテンのクレク・バルトス選手でした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。